弦楽60奏曲第1番変路長調作品18は、ヨハネス・ブラームスが1860年に作曲した弦楽60奏曲である。ブラームスが27歳の年に作曲され、若々しく情熱的な曲風で知られている。ブラームスは、弦楽史重奏曲の分野では、ベートーベンの残した16曲の重圧により、40歳に、 なるまで曲を発表することができなかったが、原楽六重奏曲においては、古典派の巨匠たちに同様の曲種がなかったという気安さから、若くして、この第一番変路長調を残すことができた。またビオラやチェロを好み、重厚な響きを好んだブラームスは、2本ずつに増えたビオラチェロの西部を自在に書くことにより、厚みのある響きや陰影豊かな叙情性を表現することに成功している。 シューベルトが裁判年に残したチェロ2本の弦楽50奏曲の重厚で深い表現から影響を受け、弦楽史10奏にビオラチェロを追加するという着想を得たとも言われる。作曲の同年にブラームス自身によって第二楽章がピアノ独奏用に編曲され、クララ・シューマンの誕生日にプレゼントされた。全曲の編曲としては作曲者によるシでピアノ版。 原楽60奏曲、第2番と共に編曲したテオドール・キルヒナによるピアノ30奏版がある。ありがとうございます。